まず3分クッキング。愛は車の中にある。岡村の提供でお送りいたします。本日の食材は今が旬、桜エビ。それではですね、もう疲れましたんでちゃちゃっと終わらせましょう。本日の料理はババン、こちらか。はい、これはレア放送。今夜のお料理は桜エビ、生で買いました。はい、こっちのカメラに桜エビ、桜エビ、はい、ではですね、こいつを食べていこうと思います。で、こいつはですね、なんとね、桜エビにはヒゲ注文がありましてですね、そいつがチク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 口の中で刺さって痛いというわけで、今からヒゲを取ります。よし。はい。で、まずめくりまして。ほうほう。ベロンチョめくりまして。3分で終わらないけん。うお、今から何始まるんです？はい。というわけでね、桜エビが。桜エビ生ベロン。で、これをですね、このボウルにダバー。開けます。ザル。ザルとボールのセットに開けます。もずくのおしゃべりクッキング。じゃっちゃっちゃっちゃじゃっちゃっちゃ、あっと、ここで3分経ってしまいました。すいません皆さん、次枠へ行こうと思います。それでは皆さん、また次枠でお会いしましょう。あー、わらわら、失礼します。はい、皆さんこんばんは。本日はですね、なんとね、静岡で採れた桜エビ、今日はですね、桜エビを、生桜エビを使ったお料理ということでね、今日やっていきたいと思います。それですね、桜エビにはですね、これね、ご覧いただけると分かると思うんですけど、この長い、これヒゲ、ほら分かりますかね、長いヒゲがですね、これ隙間といいます。このヒゲが食感悪いということで、このヒゲを取っていこうと思います。で、まずね、ザルとボール、ここにね、まず桜エビを開けます。そしてどうするか、はい、こちら奥大山の天然水ぶち込むぜ。ジャバ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 と水ぶち込みます。はい、水ぶち込みます。はい、オッケー。全部取るのめんどくね。全部取るのめんどくさい。で、あとは、じゃあどうするか。ここから、はい。ここで問題です。この後、この桜エビをどうするでしょうか。ドゥル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 。正解は、次枠でっていうのはめんどくさいんでやらないんで、このまま箸でかき混ぜます。窓からぶん投げる。黒柳さんの回答です。こうやって混ぜます。もずくん、いつの間に料理配信者に。混ぜます。えっしょ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 。取れるかな、ヒゲ取れるかな、これで本当に。あ、おっしょ、取れてきました。ちょっと待ってくださいね。こうやって取る、こう混ぜます。エビを回すお仕事。回します、エビをこう回します。おっしょ、回し回せ。あー、水こぼれてる。そうするとダダダダ、ヒゲがなんと箸に巻きつかれる。ヒゲがあるってとこはオスばかりですね。ほら、ヒゲの塊です。取れました。で、これをね、もう少し繰り返します。で、ヒゲをちょっとすくっていきます。こうやって混ぜてね、これヒゲをちょっとすくっていきますよ。
しました。売り枠です。あ、生活の知恵。3分経ちました。あー皆さん残念、ここでで時間切れということでね、次枠へ。この枠でやるわ、めんどくさい。この枠でやりますわ、めんどくさい。車ですね。謎の液体が、こんばんは。ああ、また取れたヒゲ。イボノイトの工場、火事になったらしい。イボノイト食べて課金する。よし。北海道慢性だけで、大体、できましたよと。ね。ヒゲ取れるの面白い。で、取れたヒゲは大体こんな感じでね、まとまってます。ワコモス。というわけで、水はちょっとこれ邪魔なので、横に避けておいて。ぐちゃぐちゃだよ。ぐちゃも知らないです。これ入りの旨味が出ちゃってるんじゃ。いや、出ない出ない。赤汁臭いから飲まない。で、ね、本日ね、これなんと、スーパーマーケット、岡村。岡村で買ったんですけどね。ババン。岡村。汁はスープかな。茹でシラス丼。ね。茹でシラス丼。こいつですね。アミエビ。ここに。激安チャンス。ここに、この、桜エビを、なんとだ、乗せる。放送に始めたら桜エビとシラススタン。乗せる。そのまま食べたい。乗せる。本格丼だね。はい。ヒゲ取った?ヒゲ取りましたよ。こんな感じになりました。すごい。で、ここに、さっき買いました。極うま丸大豆醤油。そんなん江ノ島で食ったら1500円するで。醤油。スタッフが美味しくてんてんてん。ほんまに3分ですね。ものすごい数の命が。すげえ。疲れた。韓国風でこのうまさ、一体おいくらなんです?ヒゲあったらダメなんですか?ヒゲあったらですね、やっぱり、おねえでもね、ヒゲは剃るという。これ出るのかな。ああ出た。全部乗せて。ピッ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 。多いんでね。お腹壊さないの。はい、シラス桜エビどーん、どーんどーん、醤油かけましたね。会期飯タイム。いただきまーす。甘ーい。うまーい。桜エビの刺身。桜エビマシマシ。うまーい。どっちが美味しいの?甘いのか?エビの方が、エビの方が美味しいですね。まだね、こんなに残ってるね。桜エビが。贅沢の量が多すぎて。どこで洗ったの?ここで洗いました。ほら。いいなぁ。さっきの3分の勢い好きだったなぁ、はあ、トータルいくらで。僕もね、あの3分のノリ好きなんですけど、あれやるとみんな怒るんですよ。何回もやると。桜エビは水こぼしちゃった。桜エビは 100g600 円です。600円。桜エビ汁。今日の分のタイムシフト見どころは何ですか?勉強になった。見どころは、取った水は味噌汁の出汁に使います。YouTube ライブで外国人にクレイジーと言われたところですね。いや、美味しいですよ。世界デビュー。どうも、食べました。おつんこつん。では失礼します。またまたおはこんばんちは。はーい。はい。皆さんこんばんは。てってけてけてけてってってー。てってけてけてけてってってー。てってけてけてけてってってー。てれてれてってってってー。それではですね。本日の料理はですね、今日はなんとここ静岡県の名産品、桜エビ、桜エビを使ったお料理ご紹介したいと思います。ね、見てください、この綺麗な桜エビ。これに立つ前に3分経っちゃうんじゃ、これ、綺麗な桜エビでしょう。これをですね、今日は贅沢にも生ではなく、茹でていこうと思います。ね。それでは早速ですね、用意したお湯が、あっと、お湯が沸騰してきましたね。それでは、このお湯の中に、お湯の中に入れてみましょう。鍋ごこごこ。残り1分半です、先生。
シュバー入れてみます。そして全く煮立ってないです先生。いやいや、ほらブクブク煮てますよ。煮立ってるでしょ、どう見ても。でこれ混ぜます、軽く白くなるまでね。さーっと白くなったら OK サインです。沸騰しつつね、今これ白くなるまでちょっとね煮ていきますよ。おっと、良くなったかな、もうだんだん。はい、だいたいいい感じですね。はい、では火を止めます。ピッ、はい、でこれ茹で上がったのですね、こちらのボウルでまずよいしょ。なんでコンロ持ってるんだ。ちょっとコンロを避けまして、先生、車内が一酸化炭素中毒ですね。これお湯をねこちらに開けます。はい、で、スッと持ち上げたら、先生あと30秒です。ほーら見てください、綺麗な桜エビ、白くなって綺麗な茹で上がりでございます。これお分かりいただけただろうか、これ茹でたての桜エビ完成でございます。パチ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 、まあ、ありがとうございます。あっちち、あっちいいよ、あっちいいよと、あっちいいよと。待ってね、試食待ってね、試食待ってください。3分経ちました。で、3分経ったということでね、皆さん、それではですね、実食はまた来週ということで、また、来週お会いしましょう。お疲れ様でした。また来週です。失礼します。終わり、上がった、ははまた、こんばんは、先生だ、はい、ひげはちょっといいとしてません。こんばんは、はい、皆さんこんばんは。本日のですね料理はなんと今の静岡県のこの時期の名産品、年に2回しかね漁が行われないこの桜エビ、これをですね今日は釜エビ、釜揚げにしてみました。もともとはですねこちらの桜エビです。あ、暗い。これが自宅ですか。はい、こちらのね生の桜エビ、はい、これ生ですね、生、これ生の桜エビを、これ釜揚げにしてみました。これね、ほら、はい、で今日はですねなんと贅沢にもこの桜エビをどうやって食べるのかというと、だったらだらだらだったった、だったらだらだらだったった、ババン、しらす富士山丼、ね、今日はこちらと合わせて参りたいと思います。だだだん、富士山のように持てるしらすです。ね、こちらに、こっち 30% 引き、わ、しらす山盛り、しらす山盛り知った、わ、なんだこれ。これ待って、しらすが山盛りすぎる。ちょっと、しらすが多すぎる。ここに、ぐっ。ここにですね、この釜揚げの、あと1分、これを、ダーン。ダーン。そこが見えない。ダーン。なんかさっき見たような。ダーン。もう、パー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 。ダーン、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 ダーン。ダーン。これなんと車の中でやってます。ダーン、釜揚げですね。これ湯気出てますよ。見えますかね、湯気。見えないかな。ほら、桜エビたちがこれまだ、桜エビがこっちを見つめている。ね、桜エビがこちらを見つめ、湯気が見えない。そうですか、まあいいや。車の中だから車エビ第20くらいに来ました。疲れました。でですね、なんと今日は、今日はですね、この桜エビはですね、醤油ではなく、ね、この、与論島、星の塩ね、星の砂塩、与論島、これでいただきたいと思います、贅沢にも。はい、出る。先生お疲れ。
様です。寒くなりました。三発や。ああ寒くなりました。てってけてけてけてってってってけてけてってってんてん。カット。また来週。はあ、本放送終了しました。CM はいります。じゃ、いただきまーす。試食の会です。車内でコンロってやばくね。下の白衣の何？はい、いただきました。おいしい。これ下のはシラスですね。食室来て、今日だけで2000匹は犠牲になってる。食室来て嬉しいのって子供だけじゃないの？実際大した面白くないやつ、食室なんて来たって。どうよ、普通に免許提携して終わりだもん。広いの。広くない。体験者は語る、うん、先生お味はいかがでしょう。車外の景色が気になる。これね、釜揚げにしたことによってエビがさらにふっくらし、ね、ふっくらした上にこの桜エビの香りがね、また違った香りになりますね。もう生も乗せてもさっきの汁で作ろうず。今日サービスだから生は乗せちゃう。これこの汁でエビ作る汁。わさび入れるともっと美味しい。あ、エビの香りする。この状況で食室来たらなんて説明するの。食事中ですって。スミカデスビーモズ移動キッチンカーより中継です。中継ですね、シラスと生シラスと釜揚げ、あ、じゃ生桜エビと釜揚げ桜エビとシラス釜揚げね、この3点盛りですね。今日本日いただいてるのはちょっと塩分取りすぎてきてるんですけど、このシラスで助けてください。お茶漬けにしちゃう？お茶漬けのなんと皆さん、ご飯にぶっかけて食いたい。お茶漬け塩分普通のね。本日の料理食材はこちらです。なんとここにシラス、醤油、おーい、お茶、コンロ、ザル、新聞ありますね。水一杯飲んで出したら大丈夫。おーい、お茶、わらわら、鍋、食べてカリウム取ろう、コンロ、フルコース、あはは、これは一体、これは一体どういうことかな。混ぜるな危険。ここで星沢先生ならビニール袋の中に小麦粉入れてシラス入れて天ぷらにします。まさかの最後の指名、答えが出ました。はは、生活感のある鍋。では、お茶温めます。お、これ私の布団です。これ布団、作ろうぜ。私の布団がここにあります。車の中で何やってるんだ。わらわら、車の中だったんだ。そう、車の中でした。そんなに容器に。で、今のうちね、こちょっとこっちのボール型の方にこれちょっと移しときます。今のうちにね。お湯なんだけど、あはは。おっと、お茶が沸騰してまいりました。これ移しましたね。警察、家出ですか。ちょっと免許証見せておくれやす。ダイソーのやつか、はい、いや、これダイソーじゃないよ。お客さんの気持ちがわかります。これやるために持ってきたの。いや、普通に朝コーヒー飲むために。あ、沸騰しました。でもあまり熱くするとね、食べづらいんで、ね、このお茶漬けを、お茶、お茶、ちょっと待った、あーしょ、こっちだ。ガスローラーはスト310便利度数 A、 よいしょ、こぼしそう。あー、もう光が足りない。あー、あー、で、ここにお茶をかけます。車内って車は広いの。狭いですよ。工夫して頑張ってます。美味しそう。お茶漬けできました。今日はね、なんとサービスでこのわさびも、わさびも乗せちゃいましょう。茶漬け、締めのしらす桜エビ茶漬けですね。砕いたせんべいを、ここに砕いた後引きせんべいをね、入れると。わさびを入れて、もずくはないです。全部入れちゃいましょうね。わさびを入れて、いいね、はい、混ぜます。絶対うまい。豪華、はは。ビールは飲まないの。いただきます。これは最高、贅沢だ。あ、シラスの塩分が中和されてちょうどいいね、こういう料理でございました。あ、というわけで3分経ってしまったようなので、本日の変わらず、本日の、放送はここまでと。3分間クッキング、では皆さん、また来週。
お会いしましょう。本日の料理、茶漬けでございました。お疲れ、お疲れ。3分。では皆さん、また来週お会いいたしましょう。バイバイ。愛は車の中にある。岡村の提供でお送りいたしました。